ベルナール・バルネ・ドゥロマネ、ベルナール・バルネ・ドゥロマネは、フランスのパイロットである。第一次世界大戦で18機の撃墜記録を残したエースパイロットであり、戦後はテストパイロットとして速度記録を樹立した。1913年10月に、フランス陸軍に入隊した。1915年7月に、航空隊に移り6ヶ月の訓練の後、パイロットとなった。 偵察パイロットを務めた後、1917年2月から戦闘機パイロットの訓練を受け、5月3日に最初の撃墜をした。1918年6月30日に5期目の撃墜をし、8月22日に10期目の撃墜を記録した。1918年10月28期までに18期の撃墜記録を残した。戦後は、 速度記録飛行や飛行競技のパイロットを務めた。1919年と1920年に2回の速度記録を樹立し、1920年4月には水蒸気の速度記録時速2 1 1トルも樹立した。1920年10月9日に SPADS20 で時速2 9 2 6 8 2トルの記録を残した。 1920年には、ゴードン・ベネット・カップに出場し、ジョゼフ・サジ・コールル・コアントに次いで2位となった。1921年には、ラウル・パテラス、ペスカラのヘリコプターのテスト飛行も行った。1921年、飛行機レース、ドゥッシュ・ドラムルと坂月の準備中に、事故死した。ありがとうございます。